はい、おはようございます。KTC 放送局の健太店長です。こんばんは。はい、昨日ちょっと自分でね、久しぶりに髪の毛横だけここ切ったんですけど、ちょっとね、ブランク長すぎて、ね、自分で切るのが、虎狩りになっちゃいました。はい、まあ横なんで隠れるんで、まあ数日すれば均等っていうか、ちょっと目立たなくなるかなとは思うんですけど、まあやっぱり、プロに切ってもらった方がいいですね。はい。まあいいや。で、最近この公式 LINE をですね、作りまして、まあ、動画の説明欄にも Twitter と公式 LINE 載せてるんですけども、フォローしてくれた方でですね、リクエストを僕募集しててですね、動画でこういう話聞きたいよっていうのはありますかっていう、いろいろ結構リクエストいただいて、で、その中でですね、その、ちょっと待ってくださいね。まあ、車のね、事故、なんだ、煽り運転とか、そういうものについて、話が聞きたいよっていうのがあったんですよね。ちょっと待って、どれだっけな。これだ。運転マナーですね。高齢者の事故や運転マナーについてどう思いますと。うん。まあ、ここは伏せとこうか。はい、運転マナーですね。ちょっといろいろ。まあ、高齢者に限らずなんですけど、僕自身、本当に近い人をですね、一回交通事故で亡くしてるんで、本当一言じゃないんでね、交通事故とかそういう運転マナーについてはいろいろと思うことがあるんで、まあちょっとちょうどいいかなと、動画にするのに。はい。ただちょっとナーバスだねっていうか、それは結構ね、重たいテーマなんで、あんまり、なんか、ちょっと表現に気をつけながらと、やんないといけないかなとは思うんですけど、ちょっとね、この交通事故っていうか、この高齢者のね、運転とか、まあ、とにかく車系のね、この事故、事件、事故、運転マナーの話に、まあ、結びつけられる話というか、最近これ多分みんな知ってると思うんですけど、トリプル A の、名前なんだっけ。浦田直也さんですね、この泥酔逮捕っていうニュースあるじゃないですか。全然、ね、なんか一見して運転マナーと何が結びつくのって思うかもしれないですけど、ちょっと聞いていただいて、そこまで直接的には結びつかないんですけど、まあ、まず正直先に置いておきたいのが運転マナーについてなんですけど、自転車も車もですね、結構常日頃から思うことがあって、結構やっぱドライバーの意識がすごく低いなと思うんですね。俺はね、その運転に自信がないんですよ。結構やっぱイラつきやすいし、運転もそんなに自信がないんですね。まあ一応ゴールド免許なんですけど、最初の本当に 1,2 年はめっちゃもう毎日のように運転してたんですけど、ちょっと怖いなと思ったんですよ。まあ何せ近い人が事故でね、亡くなってるし、亡くなってないにしろ大きい交通事故を結構近い人がいっぱい被害になったりとかね、まあ、自分が起こしたりとかもしてて、というのもやっぱりうち工場地帯でもう本当にトラックバンバンのね、もう信号無視バンバンの本当に危ない地域なんですよ、交通事故、車に関しては、まあ、もう31年暮らしてて、ちっちゃい頃からね、口酸っぱくね、家族に言われてたんですけど、車には気をつけろよと、でもですね、やっぱり気をつけててでも、そのいろいろ、やっぱり相手のね、運転マナーとか相手のね、意識が低いから、やっぱり車の事故もらったりとかすることがあるわけじゃないですか。どうしても。気をつけててもね、自分だけ気をつけててもね、なかなか全て 100% 被害防げるかって言ったらそうじゃないですよね。何せドライバーの意識が低いんで、高速でね、走行してるんですよね。巨大な鉄の塊が。それを操ってるっていう多分意識がね、ないんですよ。これ若い人も年いってる人も高齢者も全部一緒で、自分が凶器をね、高速走行させてるっていうことにね、本当にそういう意識がないんですね。自転車もそうですよ。これ死にますからね、自転車だって。おばあちゃんとかね、子供にぶつかりゃ死にますよ、相手。まあ、せめてね、自爆してね、運転してる自分だけがね、まあ被害に遭うとかね、まあそう亡くなるとかね、だからまだいいんですよ、自爆だったら。人を巻き込む可能性があるから怖いんですよね、車とか自転車って。だから俺は最初は運転したけど、
極力もうそこから運転しないことにしたんですよ。まあ、何せ俺最初の1年で3回ぐらい事故を起こしてるんで、まあ全部物損なんですけど、たまたま物損だったからいいだけですよね。うん、それがだってね、退陣になるかもしれないですし、そう、うん、だから俺は運転しない方がいいな、極力ね、本当に必要な場面以外は。だ定期的にね、慣れのために数ヶ月に1回ぐらいは今ちゃんと運転手はしてるけど、まあ、基本的には俺は多分乗らない方がいいなと。で、うん、俺が乗ることによってね、誰か人をね、まあ本当に殺めてしまったとかになったら嫌だし、うん、だから運転しなくなったんですけど、正直やっぱ運転する時って俺むちゃくちゃ肩こるんですよ。常に気張ってるから。もう本当にだってそうじゃないと、あって思った時にはもう遅いですからね。うん、今日もちょうどさ、ニュース見てたらさ、ね、小学生がね、青信号で渡ってたら、まあ、赤信号を無視してきた車にはねられて亡くなってしまったっていうね、すごい悲しい事故があったんですけど、で、なんでドライバーにね、事情聴取したら、なんで赤信号を無視したんだっていうか、そのね、そういうこと、当時の状況を聞いたら、ちょっとぼーっとして信号を見落としてしまいましたみたいなね。まあ、これだけですよ、本当に、単純に、理由としては。ぼーっとしてしまったってもうありえないですよね、正直。そういう市街地を運転しててね、車をね、だって正直30キロとか40キロの速度だって車ってね、人にぶつかれば人死にますからね、普通に。うん、それをさ、ぼーっとしてって、もうそもそもそこで俺はね、厳罰に処すべきだと思うんですよ。多分これ明確な殺意とかじゃないんで、業務上過失、まあ、業務上じゃないけど、過失致死になるんだろうな、多分ね、過失に。うん。殺人とはまた別で扱われるんで、全然ね、自動車の事故って。これ不思議なんですけど、俺これもう殺人罪適用していいと思うんですよ、完全に。僕自身、その近いね、人を車の事故で亡くした時って、まあ、同じようなシチュエーションで、青信号を渡ってるところを赤信号を無視してきたトラックに、まあ、引かれて亡くなってしまったんですね。で、結局、まあ、裁判の末、業務上過失致死になって、業務上だったかなんだか忘れたけど、これも法律はあんまり詳しくねえから、ただ、1年ぐらいで出てきましたね、その、ひき殺した相手が。なんでなんていう、これ。他の殺人事件とこれ何が違うんっていうね、思いません？これ。不思議なんですよ、日本の法律って。加害者目線なんですよ、どちらかというと。被害者寄りじゃなくて、どちらかというと加害者寄りなんですよね。まあ、更生の機会を与えるっていう、まあ、性善説っていうかね、日本は、そういうところがありますんで、どちらかというと加害者の更生じゃないですけど、そういうのを、まあ、なんだろうな、そっちに寄ってるんでしょうね。被害者の気持ちよりかは加害者なんですよ、寄ってるのが。人をね、すごい、大事な人とかね、親しい人、まだまだこれからね、その事故がなければ、この先ね、いろいろな時間を僕らと共有できてね、うん、いろんな思い出を作っただろう人間を、まあ、一瞬でそういうふうにね、青信号を渡ったところを赤信号を無視してきて、まあ、引き殺しておいて、1年足らずで出てくるんですよ。まあ、葬儀とかも全く反省した様子もなくね、白いスーツで来ましたからね、その加害者。うん、1年足らずですよ。他のね、殺人とかって、もう少し入るでしょ？それでも短いなとは思うんですけど、日本の法律って甘いから。それでも、もう少し入るよ。車の事故とかって、思ったよりかね、甘いんですよね。本当に。罪が。これがまた、危険運転とかが適用されればもう少し違ったんでしょうけど、まあ、赤信号をね、見落として、そういうふうにね、引いて、相手を殺してしまったっていうね、うん、そういう話だと、もう本当にこれが出てきちゃうと1年ぐらいで、うん。不思議っすよね、法律って思うんですよ、俺。うん、高齢者の運転マナーどうこうよりもね、俺は正直まず日本の法律、特に車とかもそうですけど、おかしいとこいっぱいあるんで、まあ、人間がやっぱりね、作ってるものなんで、法律ってすごい本当はね、絶対的なものじゃないといけないと思うし、のなんだけど、やっぱ人間が作ってるものなんで、完璧じゃないですよ。人間が完璧じゃないんで。だから、
こういうおかしいことが結構本当に法律ってあって、罰せられるべきものが罰せられてなくて、逆に罰せられなくていいものが罰せられてるっていうね、そういう部分も今あるんですよ。まあ人間の歴史とともにね、法律もちょっとずつ変化させていかなきゃいけないなってだから思ってて、まあ運転に関しては本当にだから、ぼーっとしてるだけでも俺罪にした方がいいなって思います、俺。まあ、どうやってこれそれ判断するんだよって話なんだなっちゃうんだけど、意識のレベルでね、本当にもうそれぐらいでいいんじゃないかなって思うんですよ。ぼーっとしてたじゃだって済まないでしょ。でこれいっぱいそうしたらね、もういると思うよ。ぼーっとしてましたって人、たまたま事件っていうか事故になってないだけで、運転しながらぼーっとしてるやついっぱいいるでしょ、今、聞いてて。あ、やべえって思う人いっぱいいると思うんですね。もう、運転しながらぼーっとしてるだけで、俺ごめんなさい、殺人未遂の罪をね、適用していいと思います、俺は、本当に。で、高齢者の運転マナーに関しては、これすごく難しくて、何せ高齢者ってやっぱり、みんながみんなじゃないんですけど、まあ、その認知症を患ったりとかね、やっぱりその危険回避とか、そういう動体視力とかの、要は若い人よりかはるかに低下してるんで、どうしても、大半の人がね、だから難しいんですよね、マナーどうこうじゃなくて、もう人間のその機能的にもうどうこうの話なんで、ただその機能的にどうこうの話をね、じゃあ法律で、じゃあ、免許を奪うのかっていう話だと、これまた難しい話だし、ね、一応そういうね、診断の場面はあるんだけど、やっぱ主治医のね、なんか判断とかだと、主治医って正直ね、もう、ずっと長年主治医になってる人とかってね、この人認知症です、免許奪ってくださいなんて言いづらい人とかやっぱいるからね、だから結構本当にね、本当はもうちょっと勉強的、これ運転的にやばいんじゃないのって人も運転しちゃってるっていう状態とかも結構発生してるわけで、で、かといってね、僕、その田舎っていうか結構この農村地帯にも親戚とかいて、知り合いとかいっぱいいるんですけど、もう、今世間ではね、60、70とか80とかね、高齢になったらもう免許取り上げるべきなんじゃないのみたいな全部ね。そういう意見もあるんですけど、確かに俺、高齢者のそのやっぱ死亡事故とかって減らすには、もう正直法律で免許取り上げるっていうか、取り上げるって言い方おかしいけど、免許をまあその返納してもらうっていうのをもう義務づけるしかねえじゃねえかなっていう。何せその個人レベルで、じゃあご家族がその免許の返納を押してくださいねとか、ご自分でもうちょっとやばいなと思ったら返してくださいねっていうふうに、言ったところで、いや、俺は大丈夫っていう人が多分大半だと思うし、まあ、家族が言ったって、いや、大丈夫だよって本人が言っちゃったらもうそれまでだしね。まあ、返納増えてはいるんですけど、まあ、それで未然に全部防げるかって言ったら全然防げてないから、すでに。まあ、返納してくださいね。じゃあ弱いんだろうなっていうふうには感じるんですよ。だからもう、本当に防ぐんだったら、法律で何歳以上は、もう免許返納してもらうしかないんじゃないかなとは、一心思ったんですけど、ただそうすると、本当に身動き取れなくなっちゃう人がいっぱいいるわけですよ。田舎の方の人とかね、車がないとどうにも生活できない人っていっぱいいますからね。で、若い人とか、自分の娘とかのね、世代がね、もう都会に出ていっちゃってます。自分ね、自分らその高齢者だけでこう、もう暮らさなきゃいけませんっていうね、人たちって、やっぱ車がないとね、もう、なかなか厳しいっていう人たちいっぱいいるんですよね。だからその返納っていう話って結構難しいなーって思うんですよ。だからもう、ここのことに関してはね、どうしたらいいんですかね、もう本当に。国が車がなくてもね、なんかうまいこと生活できるようにね、なんかいろんなインフラ整えたりっていうふうにね、そうするしかないのかなとは思うんですけど、それもまたそれで難しいですもんね。自分の意思で車でね、どこどこ行きたいとかね、何々したいとかもあるでしょうし、さあ、これ難しいっすよね、高齢者の運転マナーって絞っちゃうと。だここに関してはもうちょっと難しいな。ただね、最近高齢者の事故が多いよねっていうけど、データの推移で見ると横ばいなんですよ、ずっと。件数が別にそんな増えたわけじゃない。死亡事故の割合は増えてるんですけど、まあ、正直横ばいなんですよね。別に最近になんか目立って多いっていう、ただニュースで取り沙汰されてるだけで、最近多いわけじゃなくて、データ見ると横ばいなんで、なんかニュースでやってると多く感じるっていう、それだけなんですけど、あとはもう自動車自体のもう性能を上げていくしかないんじゃないかなっていう、正直俺は、
は思うけどね、高齢者のマナー、高齢者に正直もうマナーだなんだって問うてもしょうがないんですよ。もう正常な判断がね、下せない人が多いから、みんながみんなじゃないですよ。別に高齢者自体をディスってるわけじゃないんですけども、それはもうしょうがないことで、やっぱ生理的機能は衰えていくんでね、それはもうしょうがないかな。だからマナーどうこうつっても、難しい。もう車ってものがある限り、もう付きまとうんで、これはもう車自体の性能を上げないと根本的にはもう無理なのかなっていうね、思っちゃったりもして、難しい問題ですね。ただそれ以前に、本当にね、気をつけられる人、心がけられる人は、もう少しね、ドライバーとしての意識をね、高めてほしいですね。まあ、自転車もそうですね。本当危険な運転多いんで。ね、そこはまず言ってほしいんですけど。でね、さっきちょっと一旦 AAA の話出したんですけど、何が結びつくのかというと、ちょっと長い話になっちゃうけど、聞いてください、これ。まあ、要は酒に酔って泥酔して、まあ、見ず知らずの女性に平手打ちかましたらしいんですよ。なんか、俺、AAA のなんだっけ、浦田なんだけど、一緒に飲まないみたいな、いや、知らないです、みたいな、AAA の浦田知らないみたいな、知らないですって言ったら、なんかね、俺は AAA の浦田だーって、なんかその辺の 細かいとこ分からんけど、ビンタ食らわして、なんか、挙句の果てにね、追っかけて蹴り食らわしたって話もあるし、まあ、とにかく泥酔してね、女性に乱暴して、まあ、逮捕されましたっていう話ですね。で、謝罪会見がちょっと、まあ、炎上してる通り、俺も見てたんですけど、ヘラヘラしてね、まあ、記憶にないんで、覚えてないんでっていうね、それのほとんど一点張りでした。記憶にないから、俺悪くねえよみたいな、まあ、罪の意識がないんでしょうね。何せ覚えてないんで。これめちゃくちゃ怖いこと言ってるんですよ、これ。別に何が怖いって、多分みんなもね、同じこと言うと思うんですよ、俺、正直。いや、覚えてないっす。覚えてないからわかんないっすって、みんなこれ全員言うんですよ、これ。正直。炎上してる意味が正直俺はそこまで、覚えてないって言ってるところに対しては、炎上してる意味が正直わかんなくて、みんな同じこと言うだろうって、多分。多分、土壇場になったらみんな言うぜ。覚えてないって。だって本当に覚えてないんだもん。お酒飲んで泥酔してる時のことって。いや、覚えてないんでってなっちゃうよ。だって覚えてないんだもん。注目すべき点は俺そこじゃないと思ってて、何がね、おかしいというか怖いって、アルコール自体ですよね。アルコール自体が本当に怖いっすね。ちょっと考えてほしいんですけど、記憶にない。もう覚えてない状態で、女の人にね、ビンタ食らしたり、ね、暴力振るったりする。で、ろれつが回らなくなったりとかね、こう酔っ払うとね。で、わけのわかんない言動したり、まあ、正常なね、判断が下せない状況下に陥る。これさ、完全にドラッグじゃないですか、俺って。前から俺ずっと動画で言ってるんですけど、アルコールってもう、俺が思うにですよ、これ語弊があるかもしれないし、お酒好きな人多分リスナーさんでいっぱいいると思うんですけど、完全に合法ドラッグなんですよ、アルコールって。まあ、日本の法律で罰せられないだけでね、完全に合法ドラッグです、本当に。ドラッグですね、要は。脱法ドラッグ、ハーブとかあったんでしょ？今最近どうなのか知らんけども、まあ、いたちごっくらっていうからあるんだろうけど、脱法ドラッグとかね、まあ、ウィードとかね、まあ、なんでもいいや。ウィードはダメだな。ウィードは非合法なんで、ウィードはダメだ。脱法ドラッグだね。脱法ドラッグも非合法って非合法なんだけど、だからもうその辺をね、俺は大酒、なんていうの、大酒飲みっていうか、酒飲んでね、絡み酒、人に絡んだりとか、記憶なくしてる人が、脱法ドラッグとかそういうのを、他のドラッグをディスったりしてる人いっぱいいるんだけど、俺おかしいなって思うんですよ。だって、同じじゃんっていう。たまたま合法か非合法か違うだけで、あんたたち同じことしてるぜっていう。だって、たまたまこの浦田さんが、まあ、今逮捕されて、芸能人だからね、まあ、ニュースになってるけど、いっぱいいるでしょ、こう予備軍。日本、まあ、世界もそうだけど、ね、散々ニュースでディスってる人の中でも、いやいやいや、多分いっぱいいると思うよ。一度や二度泥酔したことある人。おそらく半数以上がいる、そうなんじゃねえかなと思うけど、泥酔したことない人いる？泥酔じゃなくてもいいっすよ。酔っ払って正常な判断が下せなくなったことがある人、多分いっぱいいる人がほぼほぼいるでしょ、今。この話聞いてる成人以上の人たちも。もうあれ要はドラッグの営業かっすよ。完全に。ろれつが回らないね。正常な判断下せない。まあ中には笑い上戸とか泣き上戸とかね。まあ人畜無害な方の酔っ払い方する人もいるんですけど、
まあ、人に管を巻く、絡む、暴言を吐く、暴力振るうとかね、セクハラするとかね、ならいっぱいいるでしょ、みんな。お酒でそういう風になったことあるよっていう人。俺、こういう人が、正直ね、その、まあ、脱法ドラッグだなんだとか、例えば、まあ、ウィードとかね、使ってる人のことを批判するっていうこと自体が、まあ、おかしいなと思うんですよね。自分らはどうなんだっていう。たまたま合法だけど、予備軍だろっていう、この逮捕されるね、あの、浦田さんみたいなね、トリプル A の浦田さんみたくなる予備軍だぜっていう。何をそんな声高にディスってんのっていうね。同じだぜっていう。たまたま逮捕されてない。泥酔すること自体が罪じゃないから。日本はね。泥酔すること自体が正直俺はもう罪にしたらいいと思うよ。じゃなかったらこんなんなくならないからね。まあ連日見るじゃないですか。だって。これも正直交通事故と同じぐらいですよね。先に寄って車を運転。まあ、これも交通事故だけど。酒によって、まあ飲酒運転でね、大事故起こしていっぱい人が亡くなっちゃいましたとかね、そういう事故起こしちゃいましたとか、で、泥酔して、まあ女性に暴行しました、乱暴しましたとか、知人をね、刺しちゃいましたとかね、酒によってわけわかんないことしてね、覚えてませんとかね、ニュースですごいもうほぼほぼ毎日見かけますよ、そのアルコールによるね、アルコールのその影響下による、まあ、事件事故、犯罪ですよね。ね、いやそこまでの事件起こしてないしって思うかもしれんけど予備軍だよ変わんないよって俺思うんですよ、でまあ別に俺自身もね酒飲むんでで今は俺もうほぼ何年だもう10ヶ月ぐらいか禁酒してるんですよ、たまに1本ってか缶1本ぐらい飲んだりはするけどもう本当に酔っ払うぐらいまでは、飲まないようにしてるんですね、まあ、失敗してるんで本当にね警察沙汰みたいなになったこともね、やっぱあるし恥ずかしながら本当に、たまたま罰せられてないだけでもう泥酔してる状態の時ってもうほぼほぼ本当に犯罪者ですよ本当にみんな、それをねなんか何も考えずにいいとしてるっていう状態が俺これ車の運転じゃないけど車に対する考え方と多分似てるんじゃないかなって思っててアルコールとかね、いや、事件事故起こしてないから大丈夫だと、別に。酔っ払ったり、泥酔したりするけど、ね、ちょっと人に迷惑かけたこともあるかもしれんけど、いや、別に逮捕されるまでのことしてないから、みたいな。いや、これ変わらないです、これ。車をね、ぼーっと運転して、殺人未遂のようなね、感じ、意識ですよ、本当に。それと、変わらないですね。ぼーっとして運転して、いつ人を殺してもね、おかしくない状況と、変わらないんですよ、この泥酔してる状態っていうか、そのアルコールに酔っ払ってる状態。何が言いたいかっていうと、法律って本当に完璧じゃないなって、ここから見て思いません。ね。じゃあ、片やさ、例えばそのね、ある、ね、ある葉っぱはさ、まあ何かとは言わないけど、ある葉っぱはさ、所持はすごい、ね、所持で捕まった人はよくニュースで見るけど、じゃあその葉っぱを使用した状態で誰かに危害加えました、誰かを殺してしまいました事件って聞いたことあるかいっていう葉っぱだってあるでしょ？まあ何とは言わないよ。ただ日本の法律だとそれはやっぱ非合法で罰せられるわけですよ。結構厳罰ですよ。初犯はまあ執行猶予つくけど、まあ、初犯じゃなくて再犯とかね、本当にあれだと、本当に半年ぐらい要はね、箱の中に入れられちゃうわけですよね。はい。じゃあ片やアルコールはどうだいっていうと、大したことないじゃないですか、これ。女性に平手打ちかまして蹴り食らわしちゃって、逮捕っつったって、こんなの執行猶予余裕でバリバリつくし、で、まあ、芸能界っていうか、その、事務所がね、無期限禁止なんて発表したけど、生ぬるいっすよね。これだって、平手打ちと蹴りだったからよかったけど、下手したら人殺してたかもしれんからね。じゃあ、なんだこの差はっていうね。なんで、片やね、そういう風なね、本当に人に危害を加えたっていう実例が全然ないのに、すごい厳罰っていうか、重たい罪が下されてしまうっていうのね。こんなに危ない、なんていうの、本当にまあ、たまたま合法だから、たまたま合法だからってだけで、こんなに危ないものをね、こんなに危ないリキッドですよ。本当にもうリキッドドラッグだ、本当に。ね。それがこんだけのさばって、で、その、ね、影響下にあるやつがいっぱいね、この辺にもううごめいてるわけですよ。夜になったらもうどころ繁華街だっているじゃないですか。泥酔してるやつやんか。いっぱいおるでしょ、なんで飲まなしなんていう。だからほら、法律って一体何なんっていう、正直そこっすよね。俺が言いたかったのは、この高齢者の運転だなんだとか、そのまあ運転のマナーどこもね、本当になんだ、法律って一体何だっていう。
だからそこに若い世代にみんなクエスチョン持ってもらいたいですよね。法律で罰せられるからダメだね、法律で罰せられないからいいんだとかね、これだけの判断基準じゃなくて、まあ、法律って今法治国家なんで、そのベースにね、考えとしてはベースに法律ってものは置いて、それは正しいんですけど、その先に一歩踏み込んで考えないと、どんどんおかしな方向に行っちゃうし、完璧じゃない人間が作ってるものですからね、法律も。法律に絶対的な信用をてか信頼を置いちゃダメですよ。もちろんね、そのベースにする考えするのはいいんですよ、法律はね。大きい大事なものなんで、それがないと人間はね、暮らしていけないっていうチープな、生き物なんで、そう、法律なんてものがないとね、一緒に暮らしていけないんだから。ねえ、なんてチープな。なんてチープな生き物だと思うんですけど、まあ、とにかくね、その法律も完璧じゃないっていうか、絶対じゃないっていうね、ところをね、ちょっと考えていただいて、おかしいなっていう思うことはね、おかしいって言った方がいいですよ。なんでこれはこんなに罰せられてこんな罪になるんっていう。じゃあなんで片やこっちはこんな罪になんねえのっていうね、ことを考えてもらったりとかね。まあ、いくらああだこうだ言っても、ダメなものはダメ。ね、法律でダメって言われたものはダメなんで、やっちゃいけないんですけど、ただなんでなんっていう風に、おかしくない？ちょっとなんか変じゃない？っていう風な気持ちを持ったとしたら、それは発信した方がいいですよ。ああだこうだ、それおかしいだろって言うんじゃなくて、なんかおかしくないですかっていうね、それについて調べるとかね、はい、そういうのはあってもいいんじゃないかなっていう風な気がしますけどね。すごい頭のいい人でもね、そこに関してはね、もう法律で決まってるからしか言わない人とかもいるんですけど、いや決まってるからとかじゃなくて、じゃあなんでそういう風に決まってんだとか、で決まってるかもしれないけど、なんかおかしくねえかっていう風に、そういう風に考えるのって大事だと思うんですけどね。決まってるからっていう風に、それだけでも決めつけちゃうと、も昔からのその悪習っていうか悪い習慣をずっとね、年々っていうか脈々とね繰り返していかなきゃいけないわけで、それってなんか変な話、もう思考停止じゃないですか。人間っぽくないですよ、それこそ。チープだけど人間ってすごい頭のいい動物でね、いろいろね、もう考えることができるし、行動することができるしね、発信することができるんで、何せ今なんて発信しやすい世の中だから、昔から決まってるからこうなんだよっていうだけの考えってどうなのかなっていう。だから自動車事故もそうだし、俺は自動車事故はもっと厳罰化するべきだと思うし、アルコールについてはもっと厳罰化するべきだと思うし、逆になんでこれは罰せられてんだっていう法律もいっぱいあるしね、そこはそれでなんで変えなきゃいけないんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。それをね、大々的に発信するとね、ちょっといろんなね、圧力がかかるんで、まあ、そこに関しては、まあ、その、なんでこれ罰せられてるん？どうにかしろよっていうふうには俺は言わんけども、応援はしますよ。ね。はい。協力もしますしね。ただ、自分からそんなに大々的にバーンとは言わないけど、ただ、厳罰化しろよっていうことはいっぱいあるよね。性犯罪とかもそうですよね。死刑にしたらええんちゃうって思います、俺は。例えば性犯罪した人全部死刑ねとかね、本当にまあこれちょっと過激かもしれんけども、言い方が。でもそういう風にしたらちょっと抑止力になるよ、だって罪が軽いんだもん今ね。出来心でやっちゃう可能性もあるようなレベルの罪だよ、正直。処罰が低すぎるっていうかね、軽すぎるんだよね、日本の法律は。甘すぎるんだよ。だから厳罰化すればそういうね、ちっちゃい犯罪もなくなると思うし、なくなることはないけど減るよ。もうこれは理屈じゃないかな。いくらね、やめましょうとかね、被害者こういう気持ちですよ、だからやめましょうねって歌ったところで、犯罪は全然減らないし、抑止力にならないんで、もうこれはね、法律の力でね、力技じゃないけど、もうねじ伏せないとダメですよ。抑止力にするんだったら、もう厳罰化して、いや、これやったら本当にもう人生終わる死刑やっていう風にね、なれば、ちょっとは減るからね。そしたらちょっとでも減ればさ、ちょっとでもね、数パーセントでも減りゃ、それだけ被害者が減るわけなんだから、いいんじゃねえかな。もう少し厳罰化した方がいいんじゃねえかなって思います。はい。まあ30分近いんでもうやめますけど。はい。というわけで、まあそんな感じですね。運転もそうですし、アルコールもそうですけど、ちょっと法律をね、なんかおかしいとこあったらちょっと考えてみるっていうのはどうでしょうっていう、話でした。はい。KDC 放送局のヘッド店長でした。まだまだリクエストを受け付けてます。さよなら。